皆様こんにちは、ピアニストの西野智也です。皆さんピアノ弾いてますか？本日は大人のピアノ学習についてお話ししたいと思っております。これから初めてピアノを習ってみたい、もしくは子供の頃にやっていたピアノを大人になった今再開してみたいと思っていらっしゃる方に向けた動画になっております。ぜひ最後までご覧になって参考にしていただければなと思います。それでは早速どうぞ。趣味のピアノの魅力についてまずお話ししたいと思います。この動画を開いているということは、少なからず音楽もしくはピアノを弾くことに興味があるということになると思います。趣味でピアノを習うことの最大の魅力というのは、ピアノに限らず音楽を演奏する楽しさ、学ぶ楽しさというものを実感することができると思います。一生懸命練習して今までできなかったことができるようになる、弾けなかった曲が弾けるようになるというのは非常に楽しむことです。この今までできなかったことができるようになるというこの楽しさというのは、まあ子供の頃はね、いろいろなことで味わうとことができると思うんですが、大人になるとなかなかね、こういったものを味わうことっていうのは少なくなると思います。子供の頃に比べて、そういった人生の楽しみの一つをこの音楽というのは非常に身近に満たしてくれますので、そこがやはり趣味でピアノをやる最大の魅力だと思います。まああとは単純にこの指を動かすのが楽しい、これはマラソンを走ってるとか筋トレをするのと同じような感覚だと思います。体を動かすのが単純に楽しいという肉体的な楽しさ、そして精神的な楽しさ、音楽を表現する喜びというものを得ることもできます。総じて趣味でピアノをやるというのは、まあ、非常に人生において多くの楽しみを生み出してくれますので、まあ、ぜひね、迷っていらっしゃる方がいれば、ぜひ一歩まずは勇気を振り絞って踏み出してみるのがいいと思います。まずは独学か先生に習うべきかということをお話ししたいと思います。まあ、結論から言います。習った方が圧倒的にいいです。時間の短縮になります。お金はかかりますが、習った方が圧倒的に短い時間で効果を得ることができます。またランク別、最下位組の場合、以前どこまで弾けていったかによってまたそれもちょっと変わってきますので、その辺もちょっと細かくお話ししていきたいと思います。まずは完全初心者です。もう大人から初めてピアノを習うという人は、もう間違いなく独学はしないですぐに教室に行った方がいいです。自分でこういう動画作っといてなんですが、 YouTube や巷にあるハウツー本で正しいピアノ奏法を身につけることはほぼ不可能だと思ってください。ああいったものはすでにある程度できる人が再確認する、もしくはちょっとこういう考え方もあるんだっていうような活用の仕方をするためのものだと思ってください。完全にゼロから始める人が動画なんかを見よう見まねでやっても、おそらくうまくいかないです。 99% の人は失敗すると思います。ですので、もうゼロの人は本当に最初はもう間違いなく先生に習った方がいいです。時間がもったいないです。自分でやるのは何をやっていいかもわからないし、どうしていいかもわからないので、本当にゼロの段階はピアノの先生を探して習うことを強くお勧めします。再開組の方で、例えば初級まで、辞める前の段階がそれこそブルグムラーも入らなかった、バイエルでちょっとで終わっちゃったなんていう人も、まあこれももちろん先生に習った方がいいです。まあはっきり言ってブルグムラーも入らないレベルだと基礎のキの字もほとんど揃ってませんので、習った方がいいです。じゃあ逆に中級ぐらいまで、まあソナチネ入った、まあ大体の人が多分このぐらいだと思います。ソナチネ入るか、まあインベンションの途中とかでまあやめちゃうっていう人が結構多いです。でそのレベルの人は、まあ、正直なところ、まあ、これも当然習った方がいいんですが、自分で何をすればいいかが分かる方であれば、まあ、ある程度独学でやってみるのもいいかなと思います。が、やはり
圧倒的に時間帯効果を、費用対効果を考えると、まあ、独学で一人黙々と頑張るよりかは、レッスンで先生と二人三脚でやった方がモチベーションの維持という面でもいいと思います。最後に上級者、もうそれこそ昔音大に行ってて辞めちゃったとか、そういったレベルの人たちは、まあ自分が何をすべきか分かるんであれば独学でもいいと思います。で、そっから先、今の自分の能力ではこれ以上もう伸びないなと思った時に初めて先生に頼るという使い方もいいと思います。で、逆に言うと、そこまでやったことある人だと教えれる先生が割と限られてきます。その辺の町のピアノの先生が全員が全員ピアノ科のその音大を出た生徒さんを教えられるかといったら、そんなことはありませんので、先生選びが非常に慎重にならざるを得なくなると思いますが、自分で何をしていいか分かるのであれば、やはり独学プラスピアノを教えてる身の人間としてみれば、まあ習いに来た方が圧倒的にいいと思います。変な癖がねついて、それを直すのに時間がかかるぐらいだったら最初から習いに来てほしいなっていうのが先生目線の率直な感想です。まあ、ですので、まあ、基本的には独学にするか、習いに行くべきかで言ったら間違いなく習いに行った方がいいです。よっぽど金銭的な理由でもない限りは、今は本当に世の中便利になってオンラインレッスンもできますし、家にいながらねレッスンを受けたりすることもできます。出張レッスンだってかなり充実してます。昔に比べたらはるかに多くの選択肢がありますので、ぜひね、特にこれから初めてピアノを始めたいという方は絶対に先生に習いに行くことをお勧めします。大人のピアノ学習者の方によくある質問なのですが、何の教本から始めればいいですかとか、何をやればいいですかっていうのが質問としてよくあります。で、これはレベルごとによってちょっと回答が変わりますので、まずは初級者、そしてもう本当に入門段階でピアノをやめちゃった再開組の方にまずは向けます。この方々は人に何かを、何々の教本をやった方がいいよなんて聞く前に習いに行ってください。先生に指示を仰ぐのが一番です。はっきり言います。 YouTube の動画を見てたって、このレベルの段階の人たちはまともにピアノを弾けるようにはなりません。動画の内容を正しく理解し、正しく体を使って正しく弾くことができるなんていうのはほとんど無理だと思ってください。それぐらいやはり独学というのはハードルが高いです。悪い癖がつくと、その癖を取り除くのに同じぐらい時間がかかります。ですので、その癖がつくぐらいだったら最初から習いに行くことをお勧めします。そしてその習った先生に何の教則本を使えばいいですかと聞いてください。悪いことは言いません。こういった動画で生半可な知識を得てやろうとするんではなく、先生に教えを仰いだ方がいいです。では中級者から上級者の方は何をやればいいかというのをお話ししたいと思います。まずは今自分の現状がどの程度弾けなくなっているのかというのを確認できるのであれば確認するのがいいと思います。昔子供の頃にやっていた教則本を使ってみる、昔の発表会で弾いた曲を弾いてみる、まあおそらく年単位で弾かなくなって昔より上手くなってるなんていう人はいないと思いますので、間違いなく子供の頃より指が動かない、もしかしたら音符すら読めない段階まで落ちてるかもしれません。ですので、まずは自分の現状を知ることを先決にしてください。その上で何をやればいいか。曲よりも、例えば中級者、上級者の方だったら、ハノンとか、ああいった機械的な指の運動を率先してやって、まずは手の感覚、感を取り戻すことが大事です。これも、衰え切った、錆びついた手の状態で変に曲を弾いて、悪い癖をつけるぐらいだったら、まずは本当に基礎的な、すごい基礎的な音階であるアルペジオとか、あとはハノンのああいった機械的なものを黙々と弾いて、まずは指の感覚を取り戻すことをやってください。そして昔の感が取り戻せたら、まあ中級者の方は正直先生に習いに行った方がいいと思いますが、まあ上級者の方は何をやればいいか、自分で分かれば
自分のその思ったようにいろいろなものをやればいいと思うし、分かんない方は先生に習うべきです。まあ正直この動画答えになってないじゃんと思うかもしれないんですが、分からないんだったら先生に習った方がいいですというのが結論です。何を練習したらいいか分からないんだったら先生に習ってください。 YouTube を見る暇があったらその時間で教室を検索かけてお電話をする方がよっぽど時間を無駄にせず済みます。子供と大人の違いというものを簡単にお話ししたいと思います。大人が子供に対して圧倒的なアドバンテージというのは2つあると思います。その1つはまずは子供より圧倒的に知恵があるということです。3歳児なんかに自分が教えるときは非常に言葉を選びます。難しい言葉はまず理解できませんので、すごく噛み砕いた、まあ意訳に近いような言葉遣い、もしくはジェスチャーを使ってその弾き方というものを教えますが、大人ではそんなことしません。言葉、難しい言葉を使っても専門用語でなければ基本的に理解していただけるので、言葉で双方なり解釈なりを伝えるのがやっぱり圧倒的に大人の方が楽です。ですので導入段階、初級導入段階は大人の方が圧倒的に進むのが早いと思います。なんせ教えたことを理解する、そして飲み込むのが早いです。噛み砕いて理解するのが早いです。で、理解してそこからできるようになるまでは各々の練習時間、その練習の密度によって変わってくるんですが、理解するまでは大人の方が圧倒的に早いです。当たり前だと思います。ですのでそこはやっぱりね、子供に対してのアドバンテージだと思います。そしてもう一つです。これは簡単、体がもう出来上がっているということです。大人であれば子供に対して圧倒的に手も大きいので、例えば5歳児の子がオクターブは届かないからオクターブの出てこない曲を弾くもねってなってるのに対し、大人だったらまあまずオクターブ、普通のよっぽど手の小さい方じゃなければ届きますので、そういった手のサイズによる選曲の選曲というものが関係なくなったり、もう指はしっかりした指がついてます。子供みたいに柔らかい、骨の柔らかい指なんかがついてませんので、筋肉もしっかりついた指がしてますので、あとはそれをどうコントロールしてうまく神経を育てていくかというところに注力できます。まあ、子供の場合はその指自体を作らなきゃいけないというのがあるので、やっぱりこれが子供に対して大人のアドバンテージだと思います。ですので体の使い方さえ分かれば子供に対して圧倒的に早く進みます、大人の方が。そしてもう一つ付け加えるなら、大人の方が子供より圧倒的に情熱を持って練習してくれます。これはね、まあ、自分の経験から言うとそうです。まあ、お子さんでももう本当に好きでやってる子はすごい情熱を持って練習しますが、中にはそうじゃない子も、まあ半分近くはそうじゃない子の方が多いと思います。なんとなくピアノ続けちゃってるタイプの子ですね。まあそういう子は大体小学校卒業するタイミングとか、まあ中学校卒業するタイミングでやめちゃうんですが、なんとなく惰性で続けている子に比べると、やはり大人のはもう自分で習いたい、もしくはこの曲を弾けるようになりたいというその熱量を持ってやはりレッスンに来てます。そして子供との大きな違いは自分で稼いだお金を使ってます。お子さんの場合はね、親が出してくれますので自分のね懐は一切痛みません。ですのでやっぱりね、そこがレッスンに対する向き合い方の真剣度に現れてきます。ですので大人の方が、まあ、個人的にはすごく熱量を持って受けてくださる人が多いので、自分は大人の方がね教えるの好きなんですが、当然ねやる気のあるお子さん教えるのも同じぐらい好きなんですが、子供の方がねやはり飽きちゃう子がやっぱ少なからずいますのでね、その辺やっぱ大人で飽きる人は大体もうやめちゃいますから、そこは結構大きな違いかなと思います。では逆に大人が子供に対して劣っている部分というのもあります。当然これはね、一つは先ほどの長所で述べた知恵があるというのがマイナス方面に足を引っ張ることが大人の場合はあります。頭でっかちになってしまうということですね。頭でばっかり理解して体の感覚的なところの感応が鈍くなってしまうということがね、まあ大人の生徒さんを教えているとそういったパターンに陥る人は、まあ、少なからずいます。
子どもの場合は言葉で理解するよりも体で覚えちゃうということが多いですね。まあそれに対して大人はまず、ね、こう頭で入ろうとしちゃうんですね。そこはやっぱりね、大人の、まあ、いいとこでもあり悪いところでもあるかなと思います。そしてもう一つは、人生経験や知恵から来る先入観、もしくは過去の記憶から物事を判断しがちというのが、やはりね、大人の人に見られる特徴かなというのは思います。昔この作曲家やったらあんまり面白くなかったとかいう、そういう子供の時の記憶で、記憶をもとに現段階の自分を判断してしまうということがね、あるんですね。あの時は弾けなかったから今も弾けないとかね、そういった先入観をちょっと大人の方は持ちがちなので、やっぱね、その点、そこはやっぱりね、子供の方が純粋にゼロベースで考えてくれるので、大人よりかはやりやすいかなっていうのはあります。まあでも正直そこまでね、悪いことでもないとは思うので、まあぜひね、大人から始めたらうまくならないなんて思わず、やってみることが大事です。大人から始めてもうまくなる人は、ちゃんと真面目に練習する人はちゃんとうまくなります。ですのでね、やってみたいな、再開しようかなと思っている人は、勇気の一歩を踏み出すことが大事だと思います。頑張ってみてください。では皆さんが多分知りたいであろう、大人が上達するには何をすればいいかってことです。個人的にはこれはね、4つあると思ってます。大事なことが4つ。で、そのうちの1つ目は、まず練習を習慣化するということです。大人の方はやはり仕事があります。で、仕事に追われちゃうと、どうしても毎日決まった時間練習するということが難しくなります。すごく不規則な生活になりがちです、大人の方はね。ですが、そこを我慢して、まあ当然生活を優先しなきゃいけないんですが、例えば最低でも毎日10分弾くというような練習の習慣化というものが、まずはすごく大事だと思います。どんなに忙しくても、まあ自分は生徒さんに、忙しくてもいいから10分は弾いてください、まあ最低でも5分は弾いてくださいって言ってます。パノンを、まあ、2、3週やるだけで、まあ、5分とかになっちゃうんですけど、まあ、それだけでもいいと思っています。練習を習慣化することが非常に大事です。不規則な練習にならないようにする。時間ができた時に5時間とか6時間まとめてやるんじゃなくて、毎日コツコツ積み重ねることが大事です。そして2つ目は、いい演奏をいっぱい聴いてください。大人の方でやはりね、子供に対してやっぱりちょっと劣りなっていうのは、やっぱりね、耳ですね、聴力の部分でやはり大人の方が子供に比べて鈍いなと感じるところがあります。ですので、やはりその微妙なニュアンスの違いとか、まあ違う音を弾いて気づかないっていうのは、まあそもそも問題外なんですが、ちょっとした音の違い、ちょっとした雰囲気の違いというものを聞き分けられる耳というものを育てるために、やはりもう子どもの場合は発展途上なので、一緒に育てていくことができるんですが、大人はもうすでに耳が出来上がってます。その出来上がった耳をうまいことでね、調教する必要がありますので、なるべく多くの生演奏、うまい人の演奏を聴く機会を増やす。で、やはりね、音楽的に難しい曲を弾くかどうかじゃなく、音楽的に弾いてらっしゃる方は例外なくいろんな演奏を聴いてらっしゃる方です。全然もう私は音楽なんてちっとも聴かない、弾くの専門で何も聴きませんなんていう人は、基本的にあまりいい演奏をしないです。音楽的な演奏はできないんですね。まあこれは中にはね、例外的な方もいらっしゃるかもしれませんが、自分の経験上、やはり音楽を聴いてれば聴いてる量が多い人ほどいい演奏をする、人の心に訴えかけるような演奏をできる傾向にあります。そして3つ目です。まあこれは3つ目も先ほどの2つ目にほとんど関連しているんですが、いろいろな曲や演奏を知るということです。中には気に入ったものを延々と取り続ける人もいます。気に入った演奏を毎日何十回、下手したら何百回聴く人もいるかもしれませんが、いろいろなものをやはり聴いたり知るということが大事です。
いろんなものを聞いた上で一番最初の好きに戻ってくるならいいんですが、もうそれしか知らないで他を全くシャットアウトするというのは非常にもったいないし、その音楽的な視野の広さから言ってもすごく損なことをしてますので、なるべく多くの作曲家、いろんな作品を聴いてみる。同じ曲、自分が今練習している曲でも一人のお気に入りのピアニストだけじゃなくて、いろいろな人の演奏を聴いてみる。そして参考にしてみるということが大事です。なるべく広く視野を持ってください。特にね、大人の場合もう好みがはっきりしちゃってるので、なかなかここを柔軟に広げるのが難しいかもしれませんが、ピアノを上手くなるにはやはりね、ある程度知的好奇心旺盛にいかないと難しいと思います。そして最後4つ目です。これが4つ目がね、非常に大事です。他人と比べないです。これはもうね、大人がやりがちなことですね。人と比べがち。あの人より私の方が簡単な曲弾いてるから恥ずかしいとか、私の方がミスタッチが多くて恥ずかしいとか、そういうことをね、気にする大人の方が非常に多いです。そんなもんね、気にしちゃダメです。自分が楽しむようにやってください。人は人、自分は自分です。焦ってあの人が弾いてたから私も弾けるかもみたいな風に考えていろいろなことをやっちゃうと、やはりね、うまくいくものもうまくいかなくなりますので、人とは比べないということが非常に大事です。まあそもそも音楽というのは人と比べるものではないので、ぜひね、比べるんだったら昨日までの自分と比べてください。昨日までの自分に対してうまくなってるか、まあもしかしたらね、下手になってればもうちょい練習頑張んなきゃいけないかもしれないですしね。まあ自分の生徒さんにもよく言うんですが、1年前の発表会の録音を今聞いて、あの時下手だったなって思うようになるように頑張って練習してくださいっていうふうに言ってます。どうしてもね、やはり自分一人だと日々のその積み重ね、上達というのが見えにくいです。非常に見えにくいです。ただ振り返った時に、私こんなに上手くなってたんだって思えるようにね、自分と比較するなら自分とやってください。人と比べることは本当にナンセンスです。やめてください。もったいないです。音楽の楽しみ方としてね、人と比べちゃうのは。ぜひ自分だけの音楽を楽しんでやってみるといいと思います。楽しむことこそが上達の最大の秘訣です。では最後に、大人の方でピアノをやってらっしゃる方、モチベーションを維持するにはどうすればいいかというのを簡単にお話ししたいと思います。基本的に大人のピアノっていうのは一人でね、黙々とやりがちになります。特に発表会に参加しない、発表会がそもそもない教室なんかに通ってる、もしくは独学なんかでやってたりすると、もう一人延々家にこもって練習を黙々とするということになりがちなんですが、そうなるとね、やはりなかなかモチベーションを保つのが難しくなってきます。ではね、そんな時にどうすればいいか。まあ簡単かどうかはともかくとして、個人的に解決法を何個かご紹介したいと思います。まず一つ目は、音楽仲間を作るです。別にピアノじゃなくてもいいです。まあもし自分がピアノをやっているんであれば歌を歌う人でもいいし、まあバイオリンやってるお友達がいればバイオリンやってる人でもいいし、まあその他の楽器、まあ何でもいいです。まあピアノ同士だったらね、一緒にピアノの話をしたりね、できると思いますし、まあ他の楽器でも音楽という一つのジャンルでいろんなことをおしゃべりできると思います。どうしてもやっぱりね、職場にピアノをやってる人がいなかったりとかすると、クラシック音楽についてお話しできるなんていうのがね、結構少なくなってきます。ですので、その共通の話題をお話しできる仲間を持つというのは、やはりモチベーションを維持するのに非常に役に立ちます。まあですので、まあ教室に入って発表会でお友達を作ってもいいし、ピアノサークルに入って同じ趣味を持つ仲間とワイワイやるのもいいと思います。で、モチベーションを維持する2つ目の方法は、人前で弾く機会を作るんです。やはり趣味でやってるとどうも怠けるやっぱり時期があります。だらけた時にどうモチベーションを持ち直すか、
これはね、やはりね、人前で弾く機会がある、発表会であったり、まあ、弾き合い会なんかでもいいです。友達同士、もしくは家族に聞かせるなんかでもいいんですけれども、人に聞かせる、人前でしっかり弾く機会を作るということが非常に大事です。練習へのモチベーションで、当然、発表会とか弾き合い会であれば期限があります。その日までに弾けるようにしなきゃいけないという期限があるので、やはり練習にも熱が入ります。時間を無駄にできなくなりますので、社会人の方は忙しいですので、少ない時間から時間を探して密度の濃い練習をしなきゃいけません。そうするとやはり自動的にモチベーション上がりますので、やらざるを得ない状況を作るというのは一つの手だと思います。そして3つ目は、まあこれも非常に単純、好きな曲を練習するです。好きな曲を練習するといっても、自分のレベルに全く見合わない曲を練習するのは得策ではありません。で、この時大事になってくるのが、先ほどお話ししたいろいろな曲を知るということです。自分の手の届く範囲の好きな曲を練習してください。ちっとも手の届かない曲を練習しても、やはり逆効果です。難しい曲は自分よりちょっと背伸びをして頑張って練習しないと弾けない曲ぐらいを続けていくのが一番上達の近道です。まあ、ですので、いろいろな曲を知っていれば、あ、次はこの曲弾いてみよう、あ、友達が弾いてたこの曲いいな、私も弾けるかしら、ちょっと弾いてみようみたいな感じで、いろいろな、やっぱり自分の好きな曲を練習するっていうのはモチベーションにつながりますので、まあ、ぜひ好きな曲を見つけてください。そして最後4つ目です。これもね、非常に単純、コンサートを聴きに行くです。やはりね、生の音楽というのはモチベーションを上げてくれます。まあ、友達の発表会でもいいですし、まあ、知り合いの弾き合い会でもいいです。聞くだけにで行ってもいいかもしれません。まあ、当然プロの演奏会、まあ、それこそピアノをやってらっしゃる方だったらピアノ以外でもいいと思います。オーケストラであったりとか、室内楽であったりとか、まあ、オペラであったりとか、いろいろな生の演奏を聴きに行くというのは、やはり演奏の練習のモチベーションアップにつながりますので、やはりね、そのどうしてもモチベーションが上がらないっていう人は、やはり この4つをね、やってないっていう人が結構多いです。一人お家で黙々と練習をし、発表会も何もなく期限がない練習を延々と続け、そしてあまり好きでもない作品を課題で出され、それを頑張って練習するという人はね、やはりね、練習のモチベーション、練習に身が入らなくなりがちなので、まあ、この今挙げた4つを、まあ、ぜひね、定期的にやってみると、いい心の張り具合で練習に向き合えると思います。やはりね、練習は時間も大事ですが、密度が非常に重要になってきます。ですのでね、これら4つをちょっと踏まえて、練習を高いモチベーションを維持してできるようにしてみてください。はい、非常に簡単ではありますが、これからピアノをやってみたい初めての方、もしくは再開組の方に向けた動画を作らせていただきました。ぜひね、この動画が皆様のピアノライフの後押しになればなと思います。こんな YouTube の動画作っといてなんですが、 YouTube を見るだけではピアノは上手くなりません。はっきり言います。ですので、ぜひ習いに行ってください。その最初の一歩、まあ大人だとこんな年の人が来たら迷惑じゃないかしらとか思っちゃうかもしれませんが、そんなことは全然ありません。まあ、中にはひどい教室もあるかもしれませんが、自分なんかは本当に大人ウェルカムでやってますし、それこそ探せばちゃんと理解のあるレッスンをしてくれる先生が絶対いるはずです。ぜひね、自分に合う先生を見つけて二人三脚で頑張ってみてください。音楽を勉強するというのは非常に楽しいです。人生にね、彩りを加えてくれます。本当に仕事だけじゃなくて、仕事以外で本気で取り組める何かいうのがあるのは、やはりね、非常に素晴らしいことだと思いますので、まあそれがね、ぜひピアノだったら本当に嬉しく思います。この動画をね、参考に皆様の背中を押せたなら幸いです。それでは今回の動画面白かったという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。メンバーシップも開設していますので、興味があればぜひ覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。